チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか里崎さん、はい、なんかプロ野球の中継の視聴率がなんか低下してきてるって聞いたんですけど、そう、またよくニュースになりますよね、なんか野球人気低下とか、うん、昔はだってもっと 10% もっといってたみたいな、はい、なんか視聴率低下で野球離れとか、うん、野球人口低下とかに結びつけて、はい、舐めたこと言う人いますよね、またまた舐めたとか口が悪いいやもうあれもほんと嫌いな話やそれ。ああそうなんですか、うん、いやね、はい、じゃあもう一回ちょっと昔話から紐解きましょう。はい、あの昔は、うん、まあ僕は徳島で生まれた子供の時もそうですけど、はい、ジャイアンツの試合しかしてなかったんですよ。あ、その静岡もジャイアンツだけでした、はい、だから、まあね、これは名古屋とかに住んでなかったんで、はい、名古屋はドラゴンズの試合もしてたよとか、うん、だからドラゴンズ対太陽とかの試合もしてたよとか、はい、広島だったらカープ対ヤクルトとかも、うん、ジャイアンツ戦じゃなくてもしてたよっていう方いるかもわかんないですけど、はい、ちょっと僕はちょっとそこまでよくわかんないんで、はい、何とも言い難いですけど、うん、徳島の僕だとやっぱジャイアンツ対ヤクルト、はい、ジャイアンツ対中日、ジャイアンツ対広島っていう試合がほぼ毎日、うん、あのゴールデンで流されてたわけですよね、はい、7時に始まって、うん、最大延長9時半までみたいなね、はい、が結構行われてたわけですけど、うん、ということは昔の人っていうのは、うん、野球が好きだと、うん、その試合見るしかないんですよ。選択の余地がないんで、はい、1個しかないんで、はい、そうですね、でいろんな人に聞くと、うん、もしヤクルトのファンだった場合、うんうん、巨人対広島戦見ながら途中でヤクルト対中日の対戦結果が下で何回経過みたいな、 あ、はい、あれを見て、あ、勝てんだ負けてんだっていうのを情報収集してたらしいんですよ、はい、っていうことは一つのチャンネルでしょ、はい、6試合やってるのに一つの試合しか流れてないでしょ、はい、野球好きな人それ見るしかないでしょ、はい、そりゃ視聴率高いですよね。確かにそうですね、野球好きがみんなその試合を見てるわけですね。だってそれしかやってないですから、はい、世界で。そうですね、はい、でも今でもあのあれじゃないですか、あの地上波でやってるのってそんな地上波で何曲もやってない一つしかやってないですよ。いい質問しますね、はい、じゃないですか、はい、でも今は CS でお金さえ払えば好きな球団の試合を見れるわけじゃないですか、はい、でさっきも言ったように昔は7時から最大9時半、うん、はい、っていうことはもう3回か4回ぐらいからスタートなんですよ、はいはい、試合を見るの。それが今はもう野球が好きな人はお金さえ払えばプレイボールからゲームセットまでずっと見えるわけですよ。そうですね、 CS で、はい、ってなった時にわざわざ地上波見るかって話なんですよ。そう、確かにそうですね。私もやっぱプロ野球セットとかに入ってるので、はい、CS 見てますもん。見てるじゃないですか、はい、だってやっぱり地上波はやっぱり途中で終わる、はい、もしくは途中から始まるに、うん、なってしまうじゃないですか、はい、だからそれ見たい人は見てますよ CS の方を、うん、はい、でもこれね、うん、地上波すっごいその途中で終わったり途中から始まるのに、はい、地上波は絶対しなきゃいけないんですよ。これすっごい大事な役割があるんですよ、はい、地上波っていうのは、うん、それ何かっていうと、はい、野球に興味が多分あったりとかすごい応援している人はさっきも言ったように CS で見ますよね、はい、うん、でも日本ってそういう人ばっかりじゃないですよね、はい、あんまりそこまでお金払ってでも別に見たいと思わないとか、うん、野球そんな興味ないとか、はい、っていう人もいますよね、うん、はい、その人たちが地上波を見て、あ、野球面白い、うん、あ、もう一回ちゃんと見てみようかな、はい、あ、この選手好きや、うん、あ、このチーム面白い、この応援すごいっていうのを今まで興味なかった人を興味出さすために必要なのが地上波なんですよ。ああ、なるほど。無料で見られて、はい、で自然にテレビの家についてるんで、その環境のための地上波っていう、はい、そうしないと、うん、その有料チャンネルだけだと、はい、もう絶対衰退していくんですよ。そうですね、見たい人しか見れないっていうのは、はい、だから見たくない人、興味ない人を見える環境にしなきゃいけないんですよ、うんうん、それが地上波はすっごい大事な役割があるんですよ、はい、あ、なるほど。で最近ね、地上波でも副音声、うん、まあ、僕も副音声やらせてもらったけど、はい、副音声やってるんですけど、うん、その副音声もすごい大事なんですよ、うん、はい、ラグビーのワールドカップの試合もありましたけど、はい、やっぱりそのあんまりクロートじゃない人は、うん、小難しい解説されても、うん、よくわかんないとか、うんうん、ルールって何なの、これ反則なのってわかんないじゃないですか、はい、でも僕ら解説者もそうですけど、うん、やっぱりその専門家的な言葉をやっぱ使っちゃいますよね、うん、その試合の中では、はい、ってなった時にこの副音声っていうコンテンツで、はい、詳しくない人でも面白く楽しく分かりやすく同じような野球中継を見れるために使うことによって、うん、そういう初心者から
野球にまだそれほど興味ない人たちも入りやすいようにするためにこの副音声が大事なんですよ、うん、なるほど。いやあのマラソンの、はい、あの増田明美さんとか、はい、本当にプライベート情報を入れたりとか、はい、素人にすごく優しいじゃないですか、はいはい、やっぱりあ楽しいなってなりますもんね。そうです、詳しくない僕らが見てるとスポーツだと、はいはい、あそういう意味があるんだとか、うん、あそういうことなんだっていうのも楽しめる、はい、もしくは専門的な、うん、クロード的な人には専門家が話すメインチャンネルを聞けばいいっていう、うん、この住み分けで幅広く受け皿をしていこうっていうための副音声もすごい大事なんですよ。最近は12球団のチーム別ファンが増えてると思うんですよ、はい、ソフトバンクファン、広島、楽天とか、うんハム、ロッテ、中日、阪神とか、はい、ヤクルト、巨人とかっていうその昔はプロ野球箱推しみたいな、はい、プロ野球ファン、はい、がメインもしくは巨人、はい、ほぼ多数みたいな、はい、がメインだと思うんですけど、はい、今はもう北海道から九州まで全国調べたんで、うんはい、もうそのチーム推しの人が増えてると思うんですよ、はい、だからチーム推しの人たちは、うん他の球団そんな興味ないじゃないですか、はい、だから日本シリーズとかが若干低迷するんですよね、うん、あ自分の推しじゃないところは見ないとか、まあ、推しじゃないから興味ないっていう、はい、そう日本シリーズだろうが最大の祭典だろうが、うん、私は西武ファンなんやと、はい、そんなもうクライマックスで負けたんやと、はい、別にソフトバンク対巨人戦どっちが勝つとか興味ないんやっていうのが、うんうんはい、視聴率に表れてるんですけどそれが野球人気離れかっていう、はい、ただ子に分かれちゃっただけっていう、うんうん、だからもしプロ野球の視聴率を測るんだったら、はい、CS、うん、BS、地上波、うん、全部合わせた、はい、あとはね、ダゾーンとか、はい、パリーグ TV とか、うん、ネットもありますよね、うんうん、全部合わせた視聴を出してほしいですね。そうですね。だからプロ野球視聴率、はい、全部の地方に行くと、はい、地方のテレビ局もまあ試合を結構地上波流すじゃないですか、はいはい、それって、まあ、仙台でやったら仙台のファンの人たちが見るので、はい、視聴率ってやっぱものすごいんですよね。そうそうそう、だからその視聴率低下って、うん、東京の視聴率しか言わないじゃないですか。そうですね。関東のだって広島すごかったですよ。やばい。ローカルの 20% とか言ってましたよね、はい、日本人とかだって、はい、普通の地上波が 30% とかいくそうそうなんですよ。だってソフトバンクの九州地区、はい、今年の日本シリーズ、はい、瞬間 50% だったらしいですからね、だから視聴率ってそういうことですよね、はい、だからさっきも言ったように、はい、個でもう応援するとこが分かれてるんで、はいうんはい、要はだからもう全国じゃないんですよ、うんうん、誰が出ても応援するじゃないんですよ、はい、このチーム推しなんで箱推しじゃなくて子推しなんで、はい、だから福岡地区とか広島地区とか札幌地区とか名古屋地区とか、はい、そ自分たちが出て大きい大会になれば、うん、それ自然と視聴率が上がる、うんですよね、はい、だからもう東京1チームのとか、うん、ジャイアンツ1チームだけじゃないですよ、もう12球団に分かれてますよと、うんはい、で分かれた人たちは、うん、自分たちがのチームが出ない試合はそんな興味ないですよっていう、うん、でも野球に興味がないわけじゃないですっていう。なるほど。だからちょっと一昔前とか一世代前 の、 その地上波でも1チャンネルしかやってませんでしたっていう時期とは全くその今シチュエーションが違うってことですよね。違うのに物差しが一緒の物差しで測るんですよ、うん、いやいやそれは違うぜよっては確かにひとまとめに野球の人気が落ちてるっていうのは違いますね、はいうん、でもそれも野球ばっかり言うんですよ、はい、もう野球を題材に使って発言力マジなんで、はい、もう他の種目とかも出してくれ教えてくれっていうはいそうですね、はい、そういうのを知りたいんですよ、うん、だから僕そのなんかさっき視聴率が低いからって、うん、なんで地上波だけで言うんかなっていう、うん、いやあの観客動員数って毎年各球団出るじゃないですか。全球団知らないですけど、まあ、仙台に関しては年々めちゃくちゃ観客動員数上がってるんですよ。もう12球団ともちょっと右肩上がりですよね。やっぱそうですよね、はい、まあでもその一つの要因は、はい、やっぱあのテラスとかラグーンとか、うん、あと横浜もちょっと客数が増えたりとか、はい、あの仙台とかも増えてるじゃないですか。増えてるから必然と伸びていくっていうのもありますし、はい、あといろんなイベントしだして、うん、その野球だけで楽しむよりもその一テーマパークとして楽しめるように子供から大人までできるっていうところが観客動員も増えてると思うんで、はい、そのそれをとって、はい、人気を下がったとかね、うん、あとなんか野球人口低下っていうんですけど、はい、人口だから少子化になってスポーツの多様化になって野球人口上がるって、はい、それは無理やで。そうですね。野球人口が減ってるっていうのはまあ確かに子どもの数から考えたらもうしょうがないのかもしれない、ね、ないし、スポーツの多様化になって選べるようになってきてるんで、うんはい、だって昔何スポーツするのもほぼ一択か二択ぐらいですからね。だって野球部しかなかったんですよね。なかったです、はい、もう野球するしかなかったわけですよね、はい、だからそれを見て、うんはい
やっていかなきゃいけないんで、うんうん、だからそれだけで野球人気低下って、だって都市部の、はい、あの競合を、うん、あのボーイズとか、はい、めっ1チーム100人ぐらいいますからね。あ、そんなにいるんですか。だからいるところにはめっちゃいるんですよ、はい、うんうん、でもいないところにめっちゃいなくなって、うんうん、だ要は魅力あるチームを作っていけば増えるだろうし、魅力ないところは減っていくだろうし、うん、まあ、都市部に人、ね、子供が多くなるっていうのもありますけど、うん、はい、だからそういったところを考えると、うん、まあ、もちろん僕も含めて引退してもその野球の普及にね、うん、子供たちのその裾野を広げるために努力はしますけど、はい、あのそういうコメントであの全てをなんかもうダメやとかにしてほしくないんですよ、はい、もう言えるのは野球の人気は落ちてませんってことですよ。そうです、そうです、それは言えます、はい、その代わり、うん、他のスポーツの人気も上がってます。そうですね、だから頑張れ日本でいいじゃないですか。めちゃくちゃいいことじゃないですかねえ、全部が上がったら上がっていけばいいじゃないですか、はい、だから別に野球ばっかりが良くなっていくのもダメやし、うん、他のね今回のラグビーもあるし、はい、バレーもサッカーとかもね、うん、他のオリンピック種目もね、柔道とかレスリングとかいろんなものあるんですけど、うん、頑張れ日本でみんなで上がっていけばいいだけで、うん、何野球だけが衰退してもダメだし、野球だけが上がっていってもダメだし、うん、っていうのでいいんで、みんながスポーツの多様化でいろんなことやって頑張れ日本で世界に打ち勝つスポーツの種目を作っていくことが大事で、うん、何かを下げ済むとか、うん、もうそういうのやめてほしいんですよ。そうですね、もう何が楽しいんやっていう今回ラグビーファンすごく増えたじゃないですか、はい、でもラグビーのファンになったからって野球のファンをやめるわけじゃないので。そうだから、うん、ね、よくマルチスポーツ推奨してるじゃないですか、はい、野球もやったらサッカーもやったりとかね、うん、見る人もマルチスポーツですよね。そうですね、はい、私もラグビー見始めて、はい、野球も好きだし、うん、ラグビーまた入れて楽しいですよ。そういうのでいいじゃないですか、うん、やるのも見るのもマルチスポーツ、うん、はい、あとごちゃごちゃ、はい、あの言うなっていうあの佐藤さんが言いたいのはここらしいです